サレトーマってどんな花が咲くのかな。紫色の花に赤茶色の茎や葉っぱという、なんとも趣味の悪い花じゃ。サレトーマは趣味が悪い。わかった。そういえばサレトーマの花言葉が何か知っておるか。確か偽りの共存でしたか。花言葉まで趣味が悪いのね。偽りの共存今のわしらにはぴったりの花じゃの。どうしたライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな、エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。だよね。あ、でもいがみ合うばかりではなく、その共通項というか落としどころはあると思いますけど。偽りの共存でもノープロブレムデフよ。エレノア様には僕がいるデフ。僕とエレノア様は一度は永遠を誓い合った仲なんデフから。あなたを刺激する契約をしただけです。誤解を招くような言い方はやめてください。ビーン、エレノア様、そうくる。泣くな、ビエンフーよ。お主にはわしがおるではないか。おお、マギル姉さん、やっぱり僕には姉さんしかいないでふー。よーしよーし、わしのありがたい恩を思い知って文句を言わず働くのじゃぞ。はいでふー、新しい愛を見つけるまでそこそこ頑張るでふーよ。ライフセット、偽りの共存ってああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシ、精霊と海賊と魔女、確かに俺たちは一心同体にはなれんが、互いの立場を偽りなく理解しているはずだ。うん、偽りの共存じゃないよね。まあね、勝手な共存といったところよそうかもね。おお、あの赤茶けた草はサレトーマじゃ。
趣味が悪い紫色の花を探すのじゃ。趣味の悪い紫の花、うん、逃げないから見切った。どう呪いは邪魔するなら始末する。手に届け。
同等の使い手でしたね。やるからには全開で行くぞ。俺の僕でいい。貴様ら、ここで何をしている？それはこっちのセリフよ。その程度でこいつはどうだ。逃がすなよ。生き抜けて。この奥に何がある？オーマを警戒しているというより。あなたが動かしているのですか？違うよ、急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のようにこの子と同調。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ。何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな？この前、地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまり、カノヌシの力に近い。この先にいるのは、ただのゴーマだけじゃなさそうね。沈んだ分、幸福だった。油断は禁物だぞ。その程度だ。ついでもここだ。ホーガチュウ熱光陣弾けおるのさ。みんなまで言うな。
この先行き止まりみたいだけど何か感じる？ライフセット。ううん、今は何も。あ、紫色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか。今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。うわあ、ライフセット。クリアが言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？もうめったに出会わないと言っていたのに。これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界！これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて一体何のために。何にせよこの空飛ぶ虫を倒さぬとサレトーマの花は手に入れられぬぞ。わかってる、やるわよ。この虫、かっこいい。バカ言ってないで集中しなさい。スイートフォー、スムジゲット。この虫連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。自分で世話をするのよ。うん、世話する。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると
50人目の犠牲者になるぞ。50人？呪いで死んだ仲間の数だ。私、気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。探索。この虫、名前なんて言うんだろう。案外のんきね。聞いてもいいですか、ライフィセット。ベルベットってどういうゴーマなのですか。それは、あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え？ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか？当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもギデオン司祭の例もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても死体なんだが。常識だったのか？海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を勝てるとは、非常識な対魔師じゃのう。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。片付いたみたい。行くわよ。この虫強そうだな。でふね、僕も大概長生きしてまふけど、こんなやつ初めて見たでふ。多分新種だと思う。そりゃすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめ、ライフィセット大カブトか。カブト？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが、実はツノトビだ。新種の三つのカブトとして昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、普通にハサミでいいだろう。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセット大クワガタ。ほら、
こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ。どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。ああ、それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ、険悪な空気でふう。すくい上げしかできないカブトの角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。圧倒的なパワーで我が道を行く、それがカブトの生き様だ。でも1年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、カブトの美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。カブトでもクワガタでも蝶々でもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんでふか。うん、クワブトカッコ仮にしておくよ。みたいないい匂いがする。どれどれ。おう、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが、最後果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味。花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。マジかと以前アイフリードが言っていた。それ本当です。まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの。自家搾り、煎じ手に出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの。いえ、船に戻って海賊の皆と一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか。違います。信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。そうなのですか。意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか。船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。刺激精霊に飲ませれば効能だけ吸収できるのじゃ。精霊にとってサレトーマの味は。もちろん可愛さ余ってまずさ1万倍じゃ。エレノアや、タイマシでよかったの。僕が飲む。そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。なんじゃつまらん。なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。
だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊、狙いはローライン。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。星稜が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるな。早めに立ち去るのが正解ね。Thank you.